皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は108円の84銭。ユーロドルは1.2230。ユーロ円は133円の12。5ドル円は 84 4,2円の 4, このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。全体的にはやや円安、クロス円高のマーケットであります。では右側の方で、えー、これはドル円の1時間足のチャートなんですが、このチャートを見ながら今週のマーケットを簡単に振り返ってみたいと思います。今週のドル円は109円の25ですので、えー このレベルですね。ここですね。えー、からスタートして、えー、初っ端に、えー、高値をつけました。109円の50。109円の50までいったんですが、えー、その後は伸びきれずに徐々に下落。そして108円の57銭までドル安円高が進みました。ここのところで大きく動いているんですけれども、これはこの時に FOMC 議事録が公表されて、 その議事録の中に FRB が緩和縮小、つまり現在の緩和政策を見直す、そういう文言が入っていたということで、マーケットが注目をして、このように動いたということですね。ただ、全体の動きを見ると、上は109円の50、下は108円の57ですので、基本的には1円レンジ。 えー、ということで、あまりディレクションははっきりしてないというのが今週のマーケットでありました。少しこれを長いところで見てみたいんですけれども、えー、1時間足に直してみますか。はい。えー、これで見ますとですね今、今月、5月のドル円というのはどういう動きだったと。 とということをちょっと長いと長いチャートを使ってレビューしてみると、今月は108円の33銭、これが5月のこれまでの安値です。これは雇用統計のあとにつけた安値です。そして109円の79銭、これが5月の高値になるんですが、これは先週発表されたアメリカの CPI、インフレ指標ですね、これが強かったということで高値をつけているわけです。 これが5月の高値と安値となって、今週も109円の50、108円の57ですので、このレンジを抜けきれないで、そういう意味では横ばい状態が続いているということになります。このマーケットをどういうふうに考えるか。一、まあ、つのベンチマークとしてですね、見てみたいのは109円の79。 そして108円の33、この高値と安値の中心値がですね、ちょうど分かりやすいですね、109円の丸6、まあ、ほぼほぼ109円ちょうど、これが平均値、5月のドル円の平均値ということですので、一つの考えとして、この109円、この109円よりも上にあった場合には、マーケットのドル買いの力が少し増していると。 109円よりも下にある場合には、ドル売りの力の方が優勢であるというふうに考えていけばいいのかなというふうに思っています。今は、ドル円から108円の85銭で取引されてますので、109円よりもやや下にあるですので、どちらかというと、ドル売りの圧力の方が強いということになります。 ただ戦略としてはですね、いずれにしてもこの109円の50、108円の57円のところで上下、えー、ブロックされてますし、その上としても、まあ、今月のこちらの方を見ても110円の手前、108円、まあ、107円台に入る手前で、えー、売りと買いが入っていますので、まあ、この今は109円よりも下でややドル売りの力が強いといっても、 108円の50、このぐらいのところからはですね、一旦は少し戦略を変えて、ここで売った場合には、一旦108円の50でですね、そんなに欲をかかずに、リグあるいは108円の50からは、慎重に少しバイオンディップ、おしめ買いというような戦略はいいのかなと思います。上の方もそうで、109円よりも上の方に来た場合にはですね、少しドル売りの 勢力があるということで、109円をクリアにブレークした場合には、まずは買いからスタートすると。ただ、109円の50、このくらいのところからはですね、一旦二グあるいはですね、売り上がりというようなイメージで行くのが、まあ、ドル円に関して言うと、レンジ相場続くという前提ではワークするのかなというふうに思っています。大きなところではやはり110円、この110円がですね、108円、こちらの方が完全に えー、いずれかの方向に抜けた場合というのは新しい世界が待ってるんですけども、これはまだしばらくかかりそうな感じがします。もしかすると、あと1ヶ月、く、えー、ぐらいはですね、この108、110のレンジ、ドル円ですね、続くんではないかなというふうに思っています。そういうふうに考えるとですね、ちょっと、なんだ、ドル円やっても面白くないのかなっていうふうな感じになると思いますが、まあそういう方にはですね、えー 例えば、まあ通貨というのはドル円だけじゃないですよね。ユーロ円とかありますから。ユーロ円などは、このチャートを見てわかるようにですね、トレンド的にははっきりしています。この133円の44銭まで、これが、えー、今年の、えー、高値になります。これ冷やしてみてます、えー。ユーロ円、こちらの方を、ユーロ円を1時間してみると、 ここ,ですね、ここが133円の44銭。これが今年の高値であります。で、今日133円の21まで上がってきています。ですので、中期のトレンドとしても、ユーロ円は上昇。短期、一位して見てもですね、この今年の高値にあと20銭まで迫るというような勢いで上昇しています。 ですので、ユーロ円とするとですね、ストラテジー的には買いですが、まあ、結構来ているところ、来ているというのはですね。えーまあ高値圏のところまで来ているところもありますので、ちょっと警戒は必要なのかなというふうに思っています。ただ、ユーロは強い。ユーロドルはタイドルでも強い。そして、円は、円安。 というかですね、円高あまりいかないというふうに考えると、ユーロ円の方はトレンドははっきりしていると。そういう意味では、ドル円よりもトレードしていて面白いということは言えると思います。まあ、これはユーロ円に限らずですね、ポンド円とか他の通、他のクロス円もそうですので、ドル円あまり動かないなということであれば、クロス円、他の通貨に目を向けて見るのが良いかと思います。 来週もですね、引き続きドル円もっと動きがあることを期待したいと思います。今週は以上です。なお、この動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。